向井の春駅は、大分県湯布市波間町向原にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である、停車中の列車。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。旧駅舎は、築74年で老朽化が進んでいたため取り壊され、2002年に、旧駅舎をイメージした。 鉄骨平屋建ての新駅舎に建て替えられた。発車メロディとして、ハサマの里歌を採用していたが、現在は発車メロディは使用されていない。大分方面からの列車折り返しの設備があり、当駅で1、3程度の列車が大分方面に折り返す。大分方面へは1時間に2から3本程度、湯布院方面には1時間に1本程度の普通列車がある。 特急湯が停車するが、特急湯布院の森及び、そのダイソーの特急七73号74号は、当駅を通過する。なお、2012年の九州北部豪雨の際に、特急湯布院の森が、別府、大分日田間の臨時特急となった際には、向かいの春駅に停車していた。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、 切符売り場が設置されている。IC カード守護課は、出入場とチャージのみ対応。守護課は当駅より、湯布院方面では全道寺駅までは、対象外となっているが、途中下車しない限り、福岡、佐賀、大分、熊本エリアへは、特例として利用することができる。1965年度には、乗車辞任が51万1451人。 校車辞任が512,199人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車辞任は232,981人、校車辞任は234,517人で、ある。1日平均乗車辞任の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車辞任の値を、各年度の日数で割った値。 2002年の駅社会築後に旧波間町の顔として駅前広場やトイレなどの再整備に着手し2003年に完成した。ありがとうございます。